スパイクルシが自分の名前に生えてキッチュな指を食って高血を打ち泣かせるくらいに恐ろしくなる骨の髄まで今はどんな風に見えてますか醜いですがそれよそっかどうか貧乏投げつけないで胸にロッカロッカジャムジャー鏡をご覧だけただささやくうまくいったらもうねどうもだ甘い言葉も笑顔も走り出したらもうゲノーは次の違う音の引きだから考えてたとすらねパズルにこの指だけで破れ散ってね次次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 次変われみんなでだってこんなしいからだろ次次次次次どうごめんね、ちっとも上手に生きてあげられなくてと伝えて否定系の笑顔での星筆人間様なりきってるボエレ自分の弱音に相づちばかりだった当然あなたとまともに喧嘩もできなかった次次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 ここにいる釈迦のために毒されても引っ